はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、パラディオンというアルティメット高校ワンキルデッキ、皆さんご存知でしょうか。本日はですね、このデッキを使っていこうと思って、デッキを組んできました。これなんでかっていうと、まあ、そろそろデュエルストカップがまあ始まるということで、デュエルストカップって結局みんな先行を取りたがるんですよ、基本的には。まあ、全員先行取ってくると言っても過言ではない。まあ、ヌメロンがいるけど、高校は。先行基本的にはみんな取ってくるから、その先行全員取ってくることに対して高校自分から取るデッキって大体高校取れるんですよね。で、高校からやっぱまくれるデッキの可能性をちょっと模索したいということで、まあ、ヌメロンとかあのパラディオンとかが結構やっぱ高校ワンキルで有名な怪獣格闘とかもう有名だと思うんですけども、今回はこのパラディオンっていうね、デッキの中のこのアーキロードパラディオンさ、これがね非常に強力なワンキル性能を持っていまして、これを今回は使っていきます。はい、圧倒的必殺仕事人、僕はこのモンスターを必殺仕事人と呼んでいます。これどういう効果を持っているかっていうと、リンク先のモンスターの攻撃力を自分に吸収して、リンク先のモンスターの打点分自分の攻撃力がアップするっていう効果があるんですね。で、さらに一応リンク先のパラディオンか生物をリリースすると表側のカードの効果をなんか無効にできるっていうフリーチェーンの効果もあるんで、まあ、アビスとかみたいな感じですね。あんな感じで。なので、まあ、無効効果も持っていて、しかもワンキル性能も高いと。このアークロードパラディオンに、パラディオンモンスターの戦闘ダメージを倍にする天球とか、それから、貫通能力を付与する110のパラディオンとか、あと全体攻撃能力を付与する、ユナイトパラディオンとか、こういう系のカードを使って補助してあげて、アークロードをムッキムキにして殴るっていう、まあ、こういうデッキになってます、このデッキは。で、召喚したモンスターの効果は、まあ、基本的にはそのフォーマットスキッパー以外はほぼ使わないんで、まあ、大体パラディオン1体から、リンク数伸ばしていくみたいな感じなんですよね。で、パラディオンモンスターっていうのは全部課金モンスターの共通効果で、リンクモンスターのリンク先に手札から特殊ができるっていう効果があるんですよ。しかもこれ、発動する効果じゃないので、相手の増陣とかも食らいませんし、あんまりね。ですし、効果発動じゃないんで無効にされませんし、これ結構強いんですよ。だからこの辺の効果を使って横並びしてリンク数で稼いでいって、アークロードまで着地させると。まずね。で、アークロードのリンク先にモンスターポンポン出して、打点で殴っていくという、まあ、こういう、動きです。で、勇者が、さっき言ったように召喚系使う、カードが、あんまないので、相性がいいっていうのと、怪獣これリンク先のモンスターの打点分ね、打点が上がるっていう効果あるんで、まあ、こいつのリンク先になるように怪獣をぶん投げてあげれば結構相性がいいっていうのと、あとニビルもね結構相性がいいので、まあ、この辺入ってますと。まあ、結構ラックインがまだね多いですし、まあ、ちょっとニビルが刺さらない場面もあるんで、1枚ぐらいなってますけど、これニビルが刺さる場面だったらもうガン積みとかでもいいと思います。はい、ニビルトークン結構強くなるから、ニビルトークンをね、の攻撃力を吸収してやばいことを起こせるのでね、このデッキは。はい。で、サポートカードとしては、パラレルエクシード、リンクモンスターのリンク先に出せて、リンクを稼げる。まあ、またはエクシーズもできるっていう、まあ、そのモンスターと、あとね、これ、テスタメントパラディオン。これね、パラディオンモンスターの効果の発動に対して、魔法トラップモンスターの効果発動できなくするっていう、この効果があるんですよ。これが結構ね、打っとくと意外と無効にできなくて、相手結構積んだりするんですよね、このパラディオンのモンスターの効果をね。だからアークロードの効果 もちゃんと通せるし、天球も通せるしみたいな感じになるんで、これ結構強いです、これ。はい。だし、普通にパラディオンリンクモンスターが戦闘で相手モンスター破壊したら、リンクマーカーの合計分ドローするっていう効果も結構強いから、これでなんか、あちらにジャックナイズもパラディオンなんで、ジャックナイズパラディオンアストラムっていうモンスターじゃないですか。これも、結構出すんですけど、このデッキは。これを使って相手のモンスター破壊しながら4枚ドローとかね、もできるんで、これ結構強いんですよ。だから入ってます。で、高校用なんで、一応パンクラトップスとか、それからまあ三世のサイとか、ゾウジウララみたいなのが入っていて、まあ、総じてその相手の展開は基本的にはまあゾウジとかウララでまあいなして見ていって、で、完成した盤面に対して、まあ大事なのはパンクラトップスとか怪獣とかぶん投げて、アークロードを出して殴っていくと。で、ワンキルするという感じですね。はい。一番上振れると、天球の戦闘ダメージ倍、そして110のパラディオンの貫通ダメージ付与、それからリユナイトパラディオンの全体攻撃というのがありまして、なんかクソ強いプルガトリオみたいな、なんかアルティメット最強戦闘ダメージ倍プルガトリオみたいなやつが爆弾するんですよ。で、効果無効もちろん。はい。これを今回はやっていきたいと思ってます。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。まあ、悪くはないですね。悪くはない。まあ、言うて相手の魔法トラップカードと、モンスター効果はまあ1回踏みに行けるんで、まあ、あとはそこからパラディオンの展開をしていくと意外といけそうな気がしますね、これ。
最近結構高校デッキのね研究をしていて、なんでかっていうと、まあ、デュエルストカップが近いと。でデュエルストカップって結局やっぱみんな先行を取りたいから先行を取ってくるんですよ。まあ、じゃんけんで負けると必ずね先行取ってくるわけですよね。まあ、その時に自分から高校を選んで高校の勝率が高いデッキを使ったら、まあ、なんか結構強いんじゃないかなっていう気はしてんのよね。まあ、そんな甘くないっていう世界の可能性はあるけど、ぶっちゃけねえ、言うて高校用デッキを使ってもなかなかその先行あまりにも強すぎて返しづらいっていうことはあると思うから、まあ、そこはちょっと若干ね問題点ではあると思うんだけど、ただ高校デッキを練習しておくのに越したことないなと思っていて、そのもうマジでもう先行取られすぎても無理だってなった時にさ、自分から高校取るって結構、戦略としてはあれだと思うんですよね。ちょっとなんで今回はそのこの怪獣パラディオンっていうね、まあ高校からワンキルしていくというタイプのデッキをちょっと使っていこうというふうに思っておりまして作りました。はい、なかなかワンキル率はそこそこありますね。まあヌメロンとか、まあそういう系のなんかその高校最強みたいなデッキに比べるとちょっとやっぱって感じはするけど、ヌメロンが強すぎるから一枚書道で8000削りながら相手のカードバカバカ変えてくるからさ、さすがに強いんだよね。強くね、ハンドハンド強ない俺これ、ハンド強くないですかね。とりあえず一回これはねここリリースするでしょ。関所は結構どうでもいいので、まあ、一回羽毛器で処理ますか。羽毛器で処って、後ろのまあ多分暗転とかそっち系だと思うんだけど、まあ、それ破壊してで、パンクラトップスで関所を破壊して、みたいな感じでいこうかなと。はい。思ってます。で、はい。羽毛器。羽毛器で羽毛器高い。なるほど。なんか暗転みたいな顔してたな。で、ダイナレスラー、パンクラトップスを特殊召喚して、つって、出てきて、で、パンクラトップスくんの効果使って、相手の関所を破壊。これ美しいですよね、このまくり方あとはもう相手怪獣しかないから。はい、で、フォーマットスキッパーを召喚。フォーマットスキッパーの効果を発動、まあ、この無限保養って多分あったら必要がないから、もうあと増殖数字が裏しかないんですよ、相手ハンドで。レグレックスパラディオンになりました。でパラディオンモンスター1体でリンク召喚してマギアスパラディオン。はい、でマギアスパラディオンのあ、間違えた。フォーマットスキッパーの効果を使って、これが優秀だよな。パラレルエクシード持ってこれの強くね、このモンスター。やばいよな。うん。これ、どっちも、こっちか。こっちからの、マギアスパラディオン効果、リンク先にモンスターと召喚されると、パラディオンモンスターをサーチできる。で、天気のパラディオン持ってくる。で、ここでレグレックスを出しに行く。はい。はいと。でレグレックスパラディオンの、リンク召喚に成功した場合、パラレルエクシードの効果を発動する。パラレルエクシードは、リンク先に特殊召喚できて、さらにデッキから同じやつ出せる。これ1、これ2でいいな。これはまあ、どっちか、うららくら、くらいたくない方を、チェーン2にすればいいんだけど、チェーン1にすればいいんだけど、これ全然いけそうっすね。はい。で、テスタメンティングパラディオンを持っていく。どっちもいいな、これ。これ、こっちか。500アップ。どっちもいいな、マジで。500、どっちもいいな、マジどっちもいい。マジどっちもいい。で、アークロード出しに行く。アークロードパラディオンくん行け。必殺仕事人、うおこいつはリング下げのモンスターの、モンスターの攻撃力分の打点をアップする効果を持っているぜ。こいつの効果によって、圧倒的打点が爆誕していく。5900、やばすぎる。そして天球のパラディオンを特殊召喚。そしてアークロードパラディオンの、ちょ間違えた、天球のパラディオンの効果発動。戦闘ダメージ倍。アムロいきます、バトルメイズ、うおー、ワンパンマン最強か、このデッキ。あ、増 G あるじゃん、いいじゃん。やっぱね、結局ね、増殖する G っていうカードのパワーはね、フアンダリーズ以外には刺さるんで
不安だりず以外には刺さるんで、マスターキー出た、わかんないできた、わかんねえできた。これあのちなみにこのデッキもクソ高いらしいですね、 UR 多くて、あーっていう話が聞きました。かなり UR が高いって話が聞いた。わかんねえ、今関係ないか、今関係ない、3つないと意味ないもんな、魔力カウンターが。マジックビスキングジャッカル、お前これ破壊して持ってくるやつだな。はい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 、もう一回破壊してもう一回持ってくるやつね、もう一回持ってくるやつ。魔導獣、あ、あれ違う違う違う、やばいやばい、ちょっと待って違う違う違う、わかんないわかんない、ちょっと待って、やばいやばいやばい、増殖する人タイミング間違えたマジエラップさらした、マジックビーストエラップさらした、ちょわかんねえ、いやなんか今なんかなんか同じやつ持ってくるみたいな効果じゃなかった今の、やべ全然適当になったで、デュベレストすぎて全然適当になった。はい、あニベル来た、強い、ビルニー来た、アルマゲドンは結構強いぞこれ、カットとグレースエレクトラン、オッケー、エンディミオンちょっと触ろうという気持ちが湧いたことはあるんだけど、このテーマやっぱ鍛錬が必要すぎて、俺毎日動画出してるじゃないですか、基本的に付け焼き場で回せないなと思ったんですよね一夜漬けとかで回せないなと思ったんですよね、このテーマ あまりにもやばくて、覚えることとか展開とかね、結構しかもなんか決まったルートとかないじゃないですか、あんまりこのテーマなんで、ちょっとですねそんな簡単には動画にできる気がしないなと思って、まだ何にも手をつけてません。でもなんかこの間なんか高額デッキランキングっていう動画出したんですけど、そこのコメント欄で結構やっぱエンディミオンも高いから組んでくださいっていう話がありまして、ちょっと組んでみようとは思うんですよね。はい、一回回すかどうか置いといて、高いから高いから組む、意味不明で、ペンデの召喚来ちゃった、あいっぱい出てきちゃった、いっぱい出てきちゃった、これニビル打てるけど、ここでこれなんかモンスター効果無効とかあるんですよね確か。どれでしたっけ、さこれどれやっけ、これだっけ、あどれやっけ、これか、いやまあじゃあ打つしかないでもね、結局打つしかないから打つんだけど、あそいつか、なるほど、一旦にちょっと前でのモンスターの効果を発動した時に、自分のフィールドが軽かったから2つ外で破壊し無効にする、 OK 了解。いや強いマジでこれやばいな、取り除くことができた一応、魔力カウンターが一応2個取り除かれば、結局でも一応セレーナ出てくるんだよ多分ね。なんかそのエンディミオンが使う、出てきちゃったー、もうこのモンスター強すぎて強すぎるんだよねこのモンスター、マジでエンディミオンが使うセレーネマジでぶち壊れてると思うわ。えっ、キモキモキモ、やりすぎだろ、やりすぎだろ、やりすぎ工事だよこれ完全に。えこれなんだこれ、あ出てくるのか、ペンデラのゾーンから、あーあーあーカウンターいっぱい取り除いて出てきた、あー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 やばい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 、あー出てきちゃった、これが確か魔法トラップの方だね、魔法トラップカードの方が発動した時に、丸カードを置かれてるカードを戻しながら発動無効にしたかいって、なるほど、いやー鬼のような場面だな、鬼のような場面だ。でさらにカウンターを1個置けると、今カウンターが全部で3個あると、やばいことが起きましたよこれ、完全にまずいですよ、まずいことが起きました、魔法カード使えませんやっば、うんちみたいなこと来た。でこれでパラディオンで、これマギアスって何属性、魔法使いだー、魔法使いだマギアス魔法使いだ、マジか来たわこれ、マギアスパラディオン魔法使いマジ神じゃんこれ。あま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 あ、これモンスター効果無効ですね、モンスター効果無効で、これエンディミオンの効果、あまあそれはいいか、まあそれはしょうがない、今カウンターと1個ですね、結局カウンターの数で無効にしてきますもんね。で一応もう一回無効にできるのか、魔法トラップカードを、まあ、ちょっと一回愚かな埋葬するか、愚かな埋葬して、
一応創世魔導エンディミオンの効果が発動できるから魔法トラップカードは一回無効があるが、ここで、まあ、聖典の水から送りながらこれ召喚したモンスターの効果一切使わませんのでこのデッキ、まあ、かなり勇者キミックとは相性がいいです。はい、まあ、召喚したモンスターの効果、ああまあ一応あれですけどね、あのフォーマットスキッパーの効果だけは一応発動するんですけど、発動する効果なんですけど、まあ言うてあいつらでも1体で別にあのなんかリングリボードとかになれるんで、はい、一応ねそこだけちょっと相性悪いかなっていう感じはするけど、でアラメシアの火を発動する、はい、無効にしろ、とりあえず無効にしろ、無効にしろ無効しないか、これ魔法カード使ったら使ったらでカウンターののマジでめんどくせえな。で、魔法トラップゾーン一旦、運命の旅路を置いて、そしてドラコバッキングを発動。これあれだよね、一応なんかモンスターセレーネってなんかそのあこあ来たわ、でこれで創世魔導エンディミオンの効果を使い魔力カウンターが置かれているカードを戻しながら、これあれでしょ、これ無効にしたかでしょ、これもう一回、もう一回装備できるな、じゃあもう一回装備できる、はい、でもう一回装備し直せる、でトークンに装備する、はいさあどうする、これはいい、なるほど、で今エンディミオンは効果使いました、で一応セレーネでなんか出てくるかもしれません、モンスター効果一回無効だけか、あと残ってんのはバカわかんねえ、テキスト読む気も大きいセレーネが確かあれなんですよね、フリチェで相手ターンだったら魔法使い出せるんですよね、でもねもう一回出てくるんですよね、あの手札のやつ、セレーネ戻しても、あんまり意味ない気がするけど、まあでもセレーネ戻すか、セレーネ戻しましょう、一回で使わせましょう、はい、使ってください効果を、効果を使ってください、いつ出されるかめんどくさいんで、もう使ってください早く、はい OK です、でいなくなって、で出てくる、はいはい、でカウンター取り除きまして出てきます、一応増殖するじゃ打ちます、これで怪獣とか引いてくんねえかな、これ怪獣引いてくれたらでかい、かなりこれ無効にします、これ無効にできますよね、一応ねモンスター効果もあるから、これでもう一回モンスター効果2回無効ですね、はい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 、いやー引けないか、なるほど、でまあ運命の旅路効果発動しまして、でグリフォンライダー持ってきながら、これはまあフォーマットスキッパーいらないからフォーマットスキッパーを墓地送る、でグリフォンライダー出す、でこれは多分無効にしてくるよね、だよね、はい、これで今あと一妨害だね、モンスター効果、モンスター効果無効あと1回だね、そいつ使ったで創世の魔導を使ったエンディミオンいない、だから一番左 の、 あの守備表示のやつ の効果がまだ使ってないことになってるから、まあ使ったけどな、さっき出し直してっからあいつ同じやつだけどなんかお僕違うやつですみたいな顔して飛んできてっからマジめんどくさいけど、まあとりあえずこれ一回静止のパラディオンでチェーン隠して、でこうでしょ、でこれでマギアスの効果は一応通る絶対に、さあどうする、オッケー、ここは通す、なるほど、で真珠のパラディオンを回収しながら天球のパラディオンを持ってきて、でリユナイトパラディオン発動、これで魔法使いなくなってもいいな、もうあとは全部発動したから大丈夫だ、でだレグレックスだな、レグレックス、レグレックス2800一応出してくれてるところ1ありがたいね、1的にはあそこアークロードのあのリンク先なんで打点上がるんですよね、これでさ、まあ、真珠出すじゃないですか、でレグレックスは効果使うとやばいからこれ使わなくてよくて、でここでアークローディング出しに行く、いけ、うおー必殺仕事人必殺仕事人アークロードパラディオン、打点高で、これ多分無効にしてくるんですよね、で百獣のパラディオンを特殊召喚する、百獣のパラディオンはちなみにパラディオンモンスターに貫通能力を付与するという効果を持っている、百獣のパラディオンのモンスター効果、アークロードパラディオンを選択し
こいつはこのターン貫通能力が付与する。なるほどな。無効にしてくると。まあそいつ1400しかないからな。はい。でただその効果をアークロードの効果で無力化してあげると、アークロードパラディオンのモンスター効果を発動。リンク先のパラディオンモンスターか生物をリリースすると、相手フィールドのカードを1枚選択してそいつの効果を無効にするという効果を一応フリーチェーンで打つことができる。さあこれによってこのモンスターの貫通能力は付与される。さらに俺は天気のパラディオンをまだ特殊召喚していない。そして天気のパラディオンのモンスター効果発動。アークロードパラディオンはこのターン戦闘ダメージが倍になり、そしてリーナイトインパラディオンの効果によりこのモンスターは全てのモンスターに攻撃ができる。いけバトルベース、アークロードいけとなこれさ、これ多分相手3回くらい死んでるわ多分。マジでこれ総合計多分なんか3万くらいダメージ出そう。あーあんとフォーチュンビジョンですか、フォーチュンレディ。なるほど。これちなみに僕はあの、これ奇遇ですね。あなた、僕もフォーチュンレディで組んだんですよ。あのちょっと、あ、まあそのうち動画なんか別にいいか。あのフォーチュンレディで組んだんで、ちょっとそのうち動画します、ね、はい。マジでこのデッキクソ辛くて基本この2枚一緒なんですよね。フォーチュンレディパスティと、まあ、ライティを並べるのがまあ一応まあそのなんだろう、強い動きなんだけど、結局フォーチュンレディライティとパスティを並べる必要があるんで、基本的には2枚コンボなんですよ。しかもなんかその2枚が一応まあサーチはあるとはいえあんま安定しないっていうね。これ結構大変っす。はい。闇優相手ドローめっちゃしてんな。これあれか、フォーチュンレディを単純にドローするためだけに入れてるやつか俺の嫌いなタイプのやつだなドローギミックを、なんかあのリンクス時代のあのデュエルリンクス味を感じるね。あのデュエルリンクスっていうゲームでは、ちなみにあのこのフォーチュン、うわ出て、これマジでこれデュエルリンクスじゃん。これデュエルリンクスではこのフォーチュンレディというギミックを使って、シンクロキャンセルとかをね、あの使うとフォーチュンレディのギミックでなんかめっちゃドローできるみたいな、このフォーチュンフューチャーとかも使ってなんかめっちゃドローできるっていうコンボが結構流行っていて、あのデッキ引き切ることができるんですよ結構ね。はい。これマジでこれリンクスミンじゃね、これやばいな。これデッキ引き切られたわ、やばいこと起きたわ。デッキ引き切られました完全に。これ一体何が起きるんでしょうか、一体僕は何をされるんでしょうか。ここから X セイバーウェイン来た。ウェインね、はい。 X セイバーウェイン超熱血球児誰やねん誰やねんモンスター来た。魔法石の採掘、まだなんか魔法使うの、まだ使う気ですかあなた、すごいですね。あ、シンクロキャンセル、なるほど、シンクロキャンセル、ほう、なるほど、シンクロキャンセル、まだ使う、キャンセルして、また出てきた、マキュラ過労死、マキュラ過労死か、これ何発動するんだろうな、トラップカード。で、2体で、またシンクロですか、アクセルシンクロン、は、アクセロン、王家の神殿。なるほど。あれ、もうマキュラ発動しませんでした。王宮の鉄壁。このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、お互いにカードを除外できない。で、DNA 移植手術、属性を1つ宣言して、このカードがヒト上に存在する限り、ヒト上の表が表示モンスターは、何属性だってこれ。炎。ほーん。なるほど。なるほど。炎属性。あれ？これ無限ループしてね。あれ？これ無限ループしてね、これ。これ大きいの鉄壁によってこれボルトヘッジホック君、これ墓地で戻ってるから、これ一生蘇ってきて、これ熱血球児のなんかたまにいや、なんか無限に俺の顔面に処刑人負けたところキャッチボールしてるね、これ
超熱血球児くんさ、あ、じゃあキャッチボールじゃねえか、これバッティングしてるから、え、これなんか千本ノック始まったんだけど、処刑人マキラと超熱血球児のボルトヘッジホッカーをボールにした千本ノック始まったんだけどおい、ボルタロー、かわいそうだろ、おい、なんだよその使い方、かわいそうだろボルタローが、おい、ユーセおい、ユーセ、そのボルタローの使い方はないわ。